ということで着きました。ーせーの、インエル今日やばい、自己中、自己中、自己中心的すぎ何の B これ、なんだろうね、あ、トーンにしか聞こえないっぽい、あ、いや、マジで地形だはい、聞こえない、やばい、そっち、若い人しか聞こえないやつ、あ、逆にね、逆にじゃあいい、いいし、別にいい印、印って言って、いい印ベロで過ぎ、いい印ということで、どうですか、機内は、機内は、楽しめました。私は普通になんかマリオとか見ながら、まあ、ご飯とかいただき普通に、でも半分以上爆睡してましたからね、あ、よかったですね、きょうさんは、ご飯食べた後に、はい、寝て、はい、なんか最後ちょっと日本食ぶっかましたいなと思って、うん、はい、ラーメン食っちゃいました、ぶっかましめっちゃいいですね、さすがです、さすがです、やっぱ機内楽しみたい派なんでね私もう本当眠すぎて一生寝てて、お腹空いてチャーシュー丼とフルーツの盛り合わせとバニラアイスを頼みました。めっちゃ食べてるということで、今から車を借りるっていうのも結構難易度高いから、ハワイで結構あれだったもんね、ハワイでも結構苦戦ね、テコゾリーヌしたから、はい、頑張っていきます。あ、違うね、その前にあれじゃん、入国審査、そう、入国審査がまして本当にうちとか多分目つけられやすいからそうだよね、見た目的にオレンジ髪のタンクトップは怖いじゃん普通に、これはね帰ってきたと思われるんじゃない逆にね、確かにホームだと思われる、早いかもよ、トウダキ確かに、ゴーみたいな見た目でねちょっとまずくないって、まずくなってきた、雲行き怪しくなってきたよね、何が起きてるか言ってなさいよ、はい、今ですね、入国審査をやってまして、はいはいはい、まあ、LA ちょっと厳しいよみたいなことを、うん、まあ、聞いてたので、うちらもあちょっと怖いねって言いながら、なんか何聞かれるか結構リサーチして、うん、あのやってたんですけど、まあ、うちそれこそハワイとか行った時は一緒だったんだけど、 LA は一人ずつで、うわ怖いなと思いながらいたんですけど、まあ、私も結構聞かれたんだけど、もうテンパっちゃって全然出てこなくて、そう、何個もショッピングそうそうそうしたのあとはみたいな、めっちゃ怖かった、いつもなんかめっちゃ焦って、なんかあーベースボール翔平大谷一旦大谷翔平大谷翔平を召喚してるから、うん、確かに、そうだった、うん、確かに確かに、あ、野球見に行くみたいなのが伝えられたかなって、うん、いや誰か一人足りないぞっていう、そう、一人足りなくて今30分経ってます。え、別室連れてかれるとこ見たんだよね、やばい連れてかれるって言ってるのをうちは横目で見てた、えってでもあやちゃんがたまたますごい最近海外を行ってきてんだよね、そうそう、仕事でね、先週ぐらいに韓国行って、先々週ぐらいニューヨーク行ってたじゃん、でしょ、だからそれずっと怪しまれて、しかもなんかうちに、え、あの子何歳って、うん、22歳で、もう一人は二十歳って、なんか、え、なんであんたはって、うん、私29って、うん、したら、なんか離れてないみたいな失礼じゃないですだからうちなんか、え、ローカルフレンド地元一緒え、ローカルフレンドローカルフレンド死ぬってよう出たのそれ、あの緊張感の中とっさによう出たわローカルフレンドが、ちょっと待っていきますね、この動画がマジどうなるかわかんないけど、ねえ、よかった、ありがとうございます、何何、どうなった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 、怖かったよ一回かごめん、マジでお待たせ、マジ怖かった、マジでもうほんと怖くて泣いてない、え、そう、マジでもういろんな人連れ込まれるの、うん、でも日本人がアヤしかいなくて、うん、もうそれが怖すぎて、うん、確かにそれがあるよ絶対でもアヤの担当の人がめっちゃ優しくて、あ、よかったね、私強制送還が、え、そう、アヤちゃんが強制送還になってからのプランも考えてたよねでもうちこれ本当にリオちゃんいてよかったと思って、これ私多分いつもの2人旅行だったら多分本当に大パニック起こして、多分本当になんか路上ライブとかしてると思うどういうこと、どういうこと、もう逆に